1番が上法正志、そして背番号33、トシの兄弟のお兄さん、トシの達彦です。トシの達彦は唯一チームで、そしてこちらも木田同様、すべてスタートを務めています。背番号30は古野匠。背番号34はベンジャミン・ローソン。そしてトシの達彦。坂田のスリーポイントシュート、これは大きい。いやー、愛媛この坂田のスリーは非常に効果的になります。さあ、先ほど入った山本、おっと、これカットした、佐々木から、そしてダンクワイル J ピークかけるようなこのパス、これですよ。ハミルトン、ここで開いて、ほんとオープンでのファイサンバのスリー、辰彦、都市の辰彦、これは落ちる、ただバスケットカウント、クリーナー、クリーナーでバスケットカウント、そしてフィッチジェラルドでバスケットカウントです。フィッチジェラルド、坂田のスリーが来ました、あっと、しかもこれバスケットカウントです。いやー、第2、第3、第4とこのクォーター最初はピークの得点で始まっています。フェルプス、しっかりお返し、山本、そしてフェルプス、山本、ここはオープンでのスリーは石井、ハミルトンから磯野、そしてピーク、スーノからピーク、 LJ ピーク、情報、中はフィッチゼラルドも決める、点差は2点差のまま、情報落ちるがリバウンド、また愛媛、情報出た、情報のバンクショットが決まった、情報、さあ熊本が1点を追いかける展開に変わった、ハミルトン、フィッチゼラルド、フィッチゼラルド、あー、これで6点差、注目になります。なるべく時間をかけずに決めた磯野、これはいい形、これはいい形になります。試合終了です。壮絶な、結果的には点の取り合い、打ち合いになりましたが、102対106、愛媛が勝ちました。